皆さんこんばんは、高橋聡です。前回の次回予告で空即是空の哲学をすると言いましたが、今回は色即是空の続きをやりたいと思います。別の観点から色即是空を解説します。色は人間の存在を形成している五運のうちの一つで、特に物質的現象を指します。ですが、ここでの色の対位は五運を代表させて色と言っているだけなので、五運からなる人間の存在を指すと言っていいでしょう。空は永遠の実体がなく、縁起から生じたものであるすべてのものです。つまり世界の出来事や物事の総称と言っていいのです。ここから言うと、色即是空とは人間の存在はそのまま世界の出来事であるということができます。空即是色は世界の出来事はそのまま人間の存在であるということです。これを考えると、色即是空はあなたの存在が世界の出来事そのものなんだということになって、空即是色が全ての出来事がそのままあなたの存在なんだという意味になります。自分の存在、あり方、ビーイングとは常に変わるものだけれども、世界の出来事によって変わるわけです。世界の出来事や流れが変われば、自分自身の存在、あり方、ビーイングも変化しています。そういった諸行無常の世界での関係性を表した色即是空という考え方ができます。あなたのビーイングと世界の関わりとの関係は相互依存的に決まってくるのです。以上、ありがとうございました。